ナジカニチャは、ハンガリー、ザラ県の都市。ナジとは偉大なという意味で、単にカニチャとだけ呼ばれることもある。五本の通称路が交差する、バラトン湖に近い。数世紀にわたり、交差路の町として栄えてきた。スロベニアからグラーツへ向かう物品は、ナジカニチャを経由して運ばれた。アドリア海沿岸からアルプス山脈、またはウィーン。 ブダペストへと向かう通称路の中継地点であった。1960年代、市内最古のものであるローマ遺跡が発掘された。中世にはハンガリー王国の重要な軍事的要所となった。ナジカニチャの要塞はオスマン帝国の攻撃から西ヨーロッパ全土を守るためのハンガリー最南端の防衛線となっていた。カニチャとはスラブ語の日差に由来し、 法に従属すするるものを意味するカニジャの名が歴史に登場するのは1245年である。カニジャを領有するカニジャ池は城を築き、カニジャ川の小島に長方形の城を建設した。シンゲトバールとカニジャは南部ハンガリーの最も重要な軍事要所であった。1600年にカニジャ城はオスマン帝国に占領され、1690年に ハプスブルク家軍に奪還されるまで三着の半自治療、ミラーヤーとなっていた。トルコの交代後には、城は戦略的重要性を失い、1702年に要塞は廃止された。18世紀初頭に町はドイツ人領主のものとなり、クロアチア人、セルビア人らが荒れ果てた町へ再植民を行った。異なる民族は混ざり合って、郊外の岸カニジャに暮らした。 1765年、ハンガリー複合バッチャーニハクが支援し、ピアリスト修道会によって、初等、中等教育が始められた。ナジカニチャにできた初のビジネス学校は1895年には大学となった。1860年代になると、ウィーン、ブタペシュとリエカイとつながる鉄道が建設され、ナジカニチャは急速に発展し、産業革命が始まった。 経済の発展は結果として銀行業の基礎を作った。四つの地元銀行のほかオーストリアハンガリー人やイギリスハンガリー人の銀行も支店を開業した。1895年には電話が敷かれ長距離通話が可能となった。同時代にはベッド数約70の病院も開業した。第一次世界大戦中、街には弊社ができた。このために、 市内の上下水道設備が進められた。しかし、戦後、国際状況が変わり孤立したナジカニジャは、南西の中継地点としての市場を失った。町を救ったのは、石油産業だった。アメリカ系企業が油田を発見したのである。町は、ハンガリー石油産業の中心となった。ウィキメディアコモンズには、ナジカニジャに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。